荒井健吉は、江戸時代末期から明治時代にかけての人物、町人、料理人、名字を酒田と伝える者も,もある。江戸の下屋広高寺の料亭、鳥八重で板前として働く。鳥八重は、当時の江戸の料亭番付にも長乗る高級料亭で、江本武明や岩八郎たちがひいきとしていた。 万円元年には鳥八重で日の枝津丸の名役が行われ、明治時代には江本武明が足しげく通い、高級官僚の談合が頻繁に行われていた。ある時、常連客だった岩八郎と意気投合し弟子となり、岩の実家である下屋岡地町の剣術道場で、心形刀流を学ぶ。慶応四年、母親戦争が勃発すると、 旧幕府軍遊撃隊の伊庭八郎の従者として、箱根戦争に従軍。8月、榎本武明率いる旧幕府軍艦隊に合流。伊庭、元山小太郎、中根宿たちと共に仙台を目指すが、乗船していた三河穂丸が、調子沖きで遭難。伊庭が横浜で潜伏生活に入ったため、江戸に戻るが、11月に伊庭が江戸地に向かったという話を知り、 後を追う。明治2年4月20日、函館戦争の木古内の戦いで、伊庭が重傷を負った日に、函館に到着。伊庭は、五稜郭に収容されたため、彼の看護に専念する。5月、伊庭の死を見届けた後、彼の遺品を預かり、伊庭家の母大寺の提言寺へ届ける。明治32年9月10日、上野東照宮で行われた、旧幕府師団会。 伊庭八郎を忍ぶ会に、伊庭総太郎に伴われて、出席、母親戦争の談話を語る。その後の消息は不明。ありがとうございます。